はい、ということで、電浴カップルどこに来たのか、じゃーん。これ何ですか、ヨコさん。これは海です。海ですね、うん、コロナになって、うん、夏全然味わえてないと、うん、どこ行くってなって、もう夏といったらね、海。そうですね。で、今回ちょっとヨコの知り合いにお願いして、海の家の方も撮影許可もらってますんで、はい、海で飲んだり湘南を楽しみましょう。そうですね。はい、じゃあ早速行こっか。早速行っちゃおう。もうついてるんだけど、海の家、やばい。お、大丈夫50年ぶりの海だわ。ということで、はい、ようこそ。お酒珍しい。じゃあ海の家で乾杯しますか。はい、乾杯よ。ちょっと待って、やべえ。海に乾杯はやばいだよ。今日は由比ヶ浜のキャメロットさんの海の家をお借りして撮っております。はい。俺は20歳超えてからは海に泳ぎ来るとか遊び来るっていうよりは飲みに来るみたいな感じだった。同じ。飲めないよ。その時は飲んでたよ。あ、潰れる前だね。中学ぐらいは地元の付き合いでみんなで海行って、泳げないけどボールあるじゃん、海のさ、奥の方のボール、わかる？ここまでしか来ちゃいけませんよみたいな。ビーチボールじゃねえよ。近いところまである、ここまでっていう。泳げないのに俺そこまで行ったりしてたんだよ。すごいね。それで帰り溺れて友達みんなに捕まって帰るみたいな、結構危ない中学生だったんだけど、で19とか20歳とかでお酒ブーム来るじゃん。お酒ブームが来たら泳げないけど海に飲みに行くみたいな感じで、ようと付き合ってからも俺行ってたっけ。行ってたよね。あ、行ってないかも。いや、行ってた。どこにでもいるちょっとシャンパンとかを開けて一気飲みとかして、インスタに乗っける痛くないよ、思い出だから。まあそうね。陽子はどう、その海に来た時の思い出というか、どんな遊び方をして。でも飲んで、私も泳げないから海には足だけ入ってた。足だけ入りはすんだ。ちょっとあれじゃん、汚ねえじゃん。そう、ここ由比ヶ浜だからね。江ノ島やばいんよ。多分今リスナーさんの半分ぐらいは江ノ島来たことないと思うんだけど。本当？いや、あるね。いや、ディズニーとかじゃないんだから来ないっしょ。地元の海行くっしょ。ああ、そっかそっか。わざわざ江ノ島のために東京、神奈川来ないっしょ。確かに。そう、マジで緑の朝江ノ島。ね、もうなんか味噌汁みたいな。わかめ浮いて。どんな味噌汁飲んでた？お前んち味噌汁緑な。しかも臭いし。臭いよ。ゴミ臭いよ、もう。みんなおしっこしてた。おしっこしてたからね。そう、俺もそうだった。俺なんかちっちゃい時に毎年親父がさ、ディズニー行くぞとかさ、海行くぞとか結構張り切っちゃう系だったの。で、朝5時とかに起こされて海とか行くわけよ。で、帰る時になると「レントイレは?」みたいな。で「いや、トイレしたい」って言うと「海に連れてかれて早くしろよ」って言われて、海の中で親父に見られながら「あー待って、かわいい出たよ」とか言って謎の。親父が行っていいんかみたいな。可愛い。みんなそうなんかな。絶対さ、でもその癖でさ、プールでもおしっこしてたもん。してねえわ。絶対してない。いや、してない。学校の授業でいたもんね。絶対おしっこしたなみたいな。後の黄色いのが。いや、プールでおしっこすんな、マジで。将来普通になんだろうな。何でか。タイミング悪い。ご注意とお願いを申し上げます。喋れない。大丈夫、このままずっと。まあ待とうや。ということで。さっきね。おお、今あげるの。終わった。ということで、ちょっとアナウンスに邪魔されたんですけど。由比ヶ浜監視所より配信の皆様に。はい、ということでね、意味わかんないアナウンス終わったんですけど、何の話してたっけ？ということでね、夏振り返りたいんで俺は、せっかく今日夏海に来てお酒飲んで、じゃんだから今年の夏どうだったみたいな。あ、そうだね。もともとコロナかかったじゃん。コロナかかる前は夏の終わりぐらいに海の家行って夏をみんなで振り返りたいなって話だったんだけど、参加者が濃厚接触者と骨折で来れなくなりました。あ、そうそう、もともとは剣と海の家で爆飲み、うん、どっちか泥酔するまでめっちゃ飲みまくろうみたいな予定だったんですよ。どこ骨折したんだっけ？胸。去年俺腰だったからね。確かに。剣今年胸で、来年徹夜あたりが多分頭蓋骨。もうどんどん上がっていくシステムで。粉砕骨折。粉砕骨折してほしい、徹夜には。私の夏は、夏イコールライブみたいな。ライブ。ジャニーズ。ああ、夏はツアーがあるのね。そうそう。だから、夏イコールライブだったんだけど、はい、もうライブの現場が7月4日に終わってたの。本当に日程的に。あ、そうなんだ。うん、だから、その時点で私の夏は終わってた。終わってたんだ。うん、ライブないと夏じゃないの。夏じゃない。じゃあ今季節なんなん？夏。逆にどんな夏だった？ポルノサーマーだったんだよ。特に今年は、まあ、遊びたい欲とかもないし、 YouTube で TikTok でめっちゃ頑張りたいみたいな夏だったわけで、しょっぱな7月末8月頭具合悪くなって、そこから10日間ぐらい撮影とかもできなくて、気がついたらもうね、夏の終わりで。そうだね。だから収益はもちろん落ちるじゃん。収益も落ちてドーン、遊び行けないドーン、撮影できないドーン、気持ちドーンっていう、マジうつうつのみ。うつうつのみだよ俺。最悪だ。最悪のみマジで。でも夏遊んでないって言っても、一昨日哲也と陽子と3人でご飯行ったよね。語り明かしてさ、みんな酔っ払いすぎてさ、涙止まらずさ。はいはいはい。語り明かして基本さ、明け方とかさ、朝までやん。そもそも12時ぐらいからさ、そしてみんなで飲んでさみたいな。俺しか飲んでない。2人とも酒なくても楽しめるし。いや涙なしでは語れなかったよ。誰も泣いてない。で思ったその YouTube あるあるだと思うんだけど、飲み悩んだりしてる時とか友達とかから結構言われる場面が多いんだけど、うん、こういうことしてみたら、うん、もっとこうした方がいいんじゃないって意見を、みんなの目に見える職業だから意見も言いやすいと思うの。そうするとさ、いやそれ分かっててやったことあるんだけどなとか、コタもよく言うんだけど、なんか複雑な気持ちになる部分もあって。ただ哲也って8万人ぐらいまですげえ一緒にやってきたじゃん。だから哲也が言ったこととかって俺すごい素直に聞ける自分がいて、だからなんか俺とかってすげえ考え込むタイプ、こうしてこうしてこうしてじゃあこうしたらみたいなタイプなんだけど、哲也ってさ、そもそもサムネが一番大事じゃねとか、なんかそもそも論、すごい率直な意見言ってくれるから、俺すごい哲也とやっぱ定期的に会うのいいなと思って、うん、っていうのが俺の意見なんだけど、今日久々に入れ墨デブと会って。入れ墨デブは、うん、なんか相変わらずだったなって。うっすっ。ケイタくん、おかわりください。友達かお前。あ、すいません、ウーロンハイとマリブコークお願いします。サムネこう。ああ、いいねいいねいいね。みんなさ、サムネ撮影とか見たことあんまないじゃん。サムネこんな感じで撮ってるよーってさ、一回やってみる？じゃあちょっとドッキリが終わって、そのドッキリのサムネ撮りたい時の喧嘩系、ようかこれ胸ぐら使いますで、せーの。おいおいお前って感じでサムネ撮ってる。これガチ。サムネ撮りの時何が一番恥ずかしいって、コラボで喧嘩系のドッキリやった時、撮影後に初めて会うコラボの人とおいおいおいって笑わないようにで、何回も笑っちゃう。でもやぶです。ありがとうございます。動画 OK ですか？僕は大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあちょっといいです。キャメロットのケイタくんです。はじめまして、よろしくお願いします。キャメロットってクラブですよね。あ、そうです、クラブです。ずっと働かれてる？ずっと働いてます。バーテンダーやってます。陽子と知り合ったのもキャメロットですか？は T2 って昔やったクラブで、陽子が遊びに来てて仲良くなったって感じ。なるほど。陽子ハリピ時代。あ、そうですそうですそうです。今と陽子なんか変わりました？昔で。いや、大人っぽくなったんですよね。はい、20歳とかだったんで本当に遊びたてって感じだったんで、今はもう大人になったなって感じしてます。いい女性ってババアになったってことです。当時の横めっちゃ気になる。最前列で頭ブンブン振り回す。頭振り回す。よくいた髪の毛揺れてる子の。ああ、そうです。好きだったんだ。陽子と一発やってたら放送事故っすよ。やってないやってない、マジでやってない。多分ないっすね。多分。2杯目乾杯しよう。あ、そう2杯目。ウロンハイとマリブコークに乾杯。乾杯やめて。でも今だから言えること結構あるんだよね、俺。トイズチャンネルで1年ぐらい前に僕がアフロにされるってドッキリがあったんですよ。あったね。あの後の裏話してもいいですか？いいよ。実はアフロにした直後に自分のおばあちゃんがね、亡くなっちゃったんですよ。うん。すごい悲しかったし、本当になんかおばあちゃんありがとうってことだったんだけど、おばあちゃんの葬式すぐやるってなって。次の日だったべ。アフロにされてめっちゃぶっちぎれて帰ったやん。うん、で、親から連絡来て、おばあちゃんがってなって、次の日アフロで行けないやん。だからアフロの上にカツラかぶって、カツラがこんぐらい浮いてんの。おかしいよ。だからもう顔、空洞、カツラみたいな。トイズチャンネルサムネ。あ、いいねいいねいいね。あ、水着いいね。ちょっとムラついてくるわ。OK。ということでね、今何をしてたかというと、陽子がサムネでね、ビール持った方が飲めるんちゃうって言って、そうそうビール買いました。ビール飲んじゃいましたよ。すずちゃんお酒強そう。絶対顔赤くなるね。これまでちょっと赤くなっちゃってるぐらいの。だってアリスちゃん好きだよ。でもすず強かったよ。あ、なんか飲んだことあんの？結構夢では飲んだり遊んだりしてるから、はいはい、誰のがれあきみ多分夢で10回はやってるし、ひろしすずは多分20回やってるよ。結構やってる。そうだからなんとかしてね、まあ YouTube 伸ばして、まあ、視聴者の方増やして、まあ、すずと関わりある人をリスナーに行ってもらって。そうだね、紹介してもらおうね。紹介ってなんかさ、合わせとしての、まあ、実際会ったらやりたいとか付き合いたいとかないわけや。そのリアルでその陽子いなくても別にやりたい付き合いたいじゃないわけよ。ご一緒したいだけ。そう、ご飯食べたいだけなんよ。そう。すずで酔える。わかるわかる。すずで酔えんのよ。すずでショット飲みたい。すずのショット飲みたい。最悪なんだ。すずから溢れてる。撮んなよおい。お前見せもんじゃねえんだよ。撮んなって言うとつまんなくなるからしてみないで。お前ベンチするぞ。でもいいよ別に。ダメだよ。ベンチが俺に吸ったって感じ。何がわかんない。俺がベンチに吸ったんじゃなくて、ベンチが俺に吸った。何撮ってんの？分かんないんだよ。城之内め。はい、どうでしたか？初海の動画は面白かったですねー。イエーイ！なんで今家で撮ってるかというと、うん、あの後久々に喧嘩をしました。いやいや中学生か電車で当日行ってたんですけど、うん、帰りもね陽子が僕の前を歩いてって僕が後ろからまさかこのセリフを現実世界で言うとは思ってなかったんだけど「ちょ待てよちょ待てちょ待てよ」って連呼私も歩きながら「なんかキムタクいる」って思いながら帰って。そんな感じで、はい、僕がすごいベロベロになっちゃってね、久々に喧嘩して、ちょっと動画も思ったよりは撮れなかったんで、家でちょっと楽しく撮ろうやってことで、ここで、なんと、企画していきます。はい。これこれってみんな、共感するよね？海のあるある。やったー夏、サマー、浮きはシュノーケル。いえ、まあ、そんな感じでですよ、はい、海のあるあるを言ってこうじゃないかと。うんうん。ありますあります。お、早いね。これは女の子みんな1回は経験したことあるが、それに絶対いるパターン、うん、発表します。はい。編集でやる編集でやるパンツ忘れてきちゃう。地味地味って思うじゃん、うん、実際超大変ですから。女の子がパンツ忘れてきちゃうの。水着着ていくじゃん。あ、下に水着を着て海に行くじゃん、はい、で海でウェイウェイシェイウェイってやった後にめっちゃパリピでシャワー浴びて着替えるってなった時に、うん、やべえパンティー忘れたってなるやん、うん、ってなった時、うん、大体女の子ノーパンです。え、マジ？え、ほんとほんと？ほんとだよ。で、大体、女の子たちは帰りに、ノーパーンノーパーンって言ってる。小学校の思い出？こちらに成人してからあります。ガチ？はい。え、下に水着とか履かないの？もう濡れてるびちょびちょだし、砂だらけだし。あそこもびちょびちょだし。汚な。まあそんな感じでですね、はい、まあ恋愛後コロナになったり、いろいろありましたけど、まあ海でも語りましたけど、はい、夏ね、いろいろあったんで、また9月から、よいしょ、どっこいしょ、桃太郎のごとく、鬼をと、よいしょ、頑張っていこうと思います。はい。9月は鬼の奴ら、待ってろよー。鬼は外。福は内家、お前の母ちゃんマジ鬼、みたいな顔してるって噂。わさわさベイベーわさわさふうふう。そんな感じで終わろうと思います。ここまで見てくれた人は必ず高評価してください。そうしてくれたら来年の夏、陽子の水着動画3本あげます。高評価お願いします。お願いします。Goodbye my angel, my sweet honey honey. Yeah.